ケイタ翔でーす。まあこちらにね、出向いたということは、もう何をするかね、皆さんお分かりでしょうけど、こちらです。レジロックというか、まあ並びにレジスチル、レジアイス、レジ系のねポケモン、まあ、ゲットしちゃおうかなと。もし、まあ連れていけるよね、バトルフロンティア連れていけるから、もうこのパーティーの力の底上げになると思いまして、まあ、早速ね、ホエルコとか、ホエルオーとGランス連れてって、このロックの解除をね、まああらかじめやっておきました。結構しんどかったけどね、ホエルを育てるの。まあということでね、行きますか。懐かしいね。まあまずまだ1回も入ってないからね、行きますか。入ろう。うわー、この神秘的な音楽流れてるわ。まあ各有僕ね、展示読めるんですよ。これ展示読めるんですよ。まあまず読みますか。こんなんね、昔はちっちゃい頃はなんか攻略本とかね、で裏に展示が書いてあって、それを読みながらやりましたけど、教科書にも載ってましたね。学校の教科書に展示が載ってて、それ見ながら解いてましたね。まあ今となればね、僕ももう展示読めるんで、まあやっていきますか。まず、これ何を書いてるかっていうと、これ右下と進んで、そこで岩砕きを使うと出現しますよって書いてますね。まずじゃあ、右下、ここで岩砕き。持ってきてるんでね。岩砕きと。ほら、できた。完璧でしょ。東大生でもさすがに展示を覚えてるやつおらんのちゃう。まあ、俺ぐらいか、こんなんできんの。ちょ、待って、セーブしとかね、これ。セーブすか。いや、マジで。てか、この、レジロックと戦うの久々や。何年ぶりやろ、何十年ぶりやろ、ほんま。まあ、なんか、まあ、有事の際はマスターボール使います。はい。うわー、かっこええ、この BGM。レジロック特有の、レジスチル、レジ系特有のこの BGM な。どうしよう。まずは、てか、一応持ってきてんねん。眠らせるやつ。一応、キノコの方じゃ眠らせれるんで、で有事の際は、もうマスターボール使います。これ見てください。7個あります、これ。増やしました。バトルタワーでバグらせて、道具増殖バグみたいなのあるんですよ。エメラルド特有の。ルビーサファーやったらね、トリック、フーディのトリック使って増やすってやり方あるんですけど、エメラルドはもっと簡単になりましたね。いや、でもあれか、フーディのトリックバグの方が楽か。なんかメールをなんかさ、持たせれば持たせるほど増えるみたいな感じだもんな。ということで増やしてきました、このマスターボール。うん。でもほんま使いたくない、正直な話。これは。まず一発目はちょっと、景気よく行きましょうか。前ハイパーボールから。一発で捕まったら神。うん。僕ね、チートは容認しない。ええー、おびきちょ、今。一発でいけんのか、もと。チートは容認しないですけど、やっぱ裏技とかはガンガン使っていきたいんで、そういうグリッチみたいなことは、全然ガンガン使っていきたいなと思ってるんで、はい。すごい最低なこと言ってますけど、まあでもおもろいから、そういうの込みで面白いやん、ポケモンって。ダイパーとかもさ、四天王戦のところで波乗り使ってあんなとこ行けるとみんな思ってなかったやん。あれもなんか楽しかったけど。まあ、それがね、バグが影響してね、なんか戻れんくなったとかなって、ね、みんなクレームかなんか入れたんかわからないですけど、任天堂かなんかゲームフリークになんか入れたん、苦情入れたんかわかんないですけど、型番が何個以降のやつはもう修正されてできんから、おい、死ぬなよ、おい、危な、死ぬかと思った今。暗い、びっくりしたよ、もう死んだかと思った、ほんま。こっちもなかなか食らってるけど。で、眠らすか。これ大爆発覚えてるやろ。大爆発使われたら困るからさ。もう早い段階で眠らせときますわ。覚えたっけ大爆発って。バカ力とか覚えてるよな。バカ力岩落とし。何だっけ、バカ力岩落とし、原子の力、大爆発。みたいな感じだったと思うから。でもだいぶええんじゃん、これ。幸先いいというか、こんだけ食らわせて。てか、ギッチャギリギリやったな。ワンチャン死んでたな。もうこれハイパーボール十分でしょ。まあ、レジちゃん。まあ、レジロックは多分使うかどうか分からへんけど、レジアイスは絶対使うと思う。レジアイスさん。特攻クソ高いでしょ、あいつ。あいつにね、多分なんか10万ボルトとか覚えるのかな、あいつって。そいつ持ってきたら、だまあ、ラグラージャーきついけど、もしかしたらヒースが使ってくる、ボーマンとかにね、有効打打てるかもしれないんで、そこら辺で使っていこうかなと思いますね。ただ、足が遅いんですよね。そこがちょっと難点ですけど。なかなか難しいか。眠らせてんぞ。眠らせてこんだけ食らわしてんのに結構かかる感じ。
ね、まさかマスターボールで捕まえろって意見もあるかもしれないですけど、やっぱ味気ないやん、うん、このいつ捕まんのかなってわからんこのさ、ひや、あーやばい、このヒリヒリ感を味わいたいんですよね。やっぱりな、全部それに頼ってたら何も面白くないという、全部それに頼ったらあかんのよ。やっぱりもうこのハイパーボールとかなんかマスターボールさ、あのなんかタイマーボールとかで粘りまくって、捕まえるのが一番面白いんですよね。それも込みでやっぱ努力してるというか、なんか達成感あるやん。そうそうそう、全然あかんやん。使ったろうかなマスターボール、使うか。あと2体いるんでね、スティルとアイスが。おい、けるか、いた、おお、いた早っ早っ、うわすげえ、230キロ、 1.7m、 ギリギリ人権ありますね。 1.7m ってことは、これはやっぱボンバーでしょ。なんかレジスチルとかレジ系のポケモンって実はあれはなんか原爆と関係があるんですよみたいな都市伝説がありましたけど、あれ実際どうなんですかね、俺には分かりませんけど、まあ実際そういうのもあっても面白いよね。うん、不謹慎ではあるけど、なんかポケモンのちょっと黒いと黒い部分というか、なんかそういうなんかブラックジョークみたいな昔多かったからね、ポケモンも。今はなんかね、規制されてなんかパチスロのやつもなくなってるらしいですけどね、最新のポケモンでは。あってもええと思うねんな、そういうの。そういうダーティーな部分。ということで、レジロック捕まえました。次回、じゃあレジスチール行こうか。うん、どこやったっけ、スチールはどこや。あと2箇所あんねんけど。あ、なんかまあまあまあ、んどこや、あー、ちょっとまあ、覚え、あ、あっこやな。あのなんか、飛行タイプのジムのとこやな。近く。ということで、次回はスチールかアイスどっちかね、やっていこうと思うんで。よろしくお願いします。まあこれでね、番外編なんですけど、いっぱいポケモン捕まえてもうパーティーの力の底上げをね図ろうと思うんで、では皆さんお疲れ様でした。